J.B.R. ロープスは、アメリカ合衆国ロードアイランド州プロビデンス軍、イーストプロビデンス出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトを右打ち。ウ1967年の MLB ドラフト8巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名を受けるもこれを拒否、契約には至らず。翌1968年の MLB ドラフト2巡目で、ロサンゼルスドジャースから指名を受け、プロ入り。 ロープスは比較的遅咲きの選手でメジャーデビューを果たしたのは5年目の1972年27歳の時であった。マイナーリーグトリプル A 級で104試合に出場の上、317の高打率を残すとメジャーに昇格。9月22日のタイジャイアンツ戦において1番2塁手で先発起用され5打数無安打の結果でデビュー戦を終えた。 しかし、翌23日は3個の子宮を選び、キャリア初盗塁を決めている。さらに、24日には、ジムバー投手から初安打となるライト前ヒットを放ち、初得点を挙げている。ルーキーイヤーは、出場11試合、打率、214、4盗塁の成績でシーズンを終えた。翌1973年は開幕戦から、ベンチ入りし、当初は、代打、代走。 守備固め等の途中出場が主な使われ方であったが、4月22日に8番、二塁手で先発出場すると5月2日からは1番に抜擢。以後、1番、二塁手の座を、堅守142試合に出場して147、アンダを放ち36個の盗塁を決めるなど、ルーキー・オブ・ザ・イヤー投票の6位にランクイン。 レギュラー2年目の1974年には8月20日のシカゴカブス戦で球団レコードの15塁打を放ち24日のセントルイスカーチナルス戦では5盗塁を決めるなど多面的な攻撃能力を実証しているメジャー4年目の1975年30歳を迎えたロープスは自己最多の155試合に出場の上キャリアハイの77盗塁を決めて 通るように輝いた。さらに、8月9日には32個目の連続通りを成功させ、マックス・キャリーが1922年に打ち立てたメジャーレコードを53年ぶりに塗り替えた。その後、24日にモントリオールエクスポズのゲイリー・カーター保守に刺されて記録は途絶えたものの、ロープスは38回まで数字を伸ばした。加えて108得点、91支球。 255、25出塁をマークするなど、走塁能力と出塁能力両面において、再起を完発した。さらに、翌1976年も63盗塁で2年、連続盗塁王に輝いている。1978年は、出場151試合、打率、278、17本塁打、58打点、出塁率35、355、 45盗塁93得点の高成績を挙げ、MVP 投票の16位にランクされたほか、ゴールドグラブ賞を受賞し、MLB オールスターゲームに初選出された。なお、ロープスはこの年から1981年まで4年連続でオールスター出場を果たしている。ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズでは、6試合に出場して3本塁だ。 7打点を叩き出したがチームは敗退。34歳になる、翌1979年も153試合に出場して打率。265、28本塁打、73打点、出塁率。372、オプス、836、44盗塁、97、死球、255出塁、109得点。 RC113 の高成績を収めた。ナリーグの2類種で28本類打を放ったのは、ロープスとロジャース・ホーンスビー、デイブ・ジョンソン、ジェフ・ケント、ライン・サンドバーグ、フアン・サミュエル、チェイス・アトリー、ダン・アグラのみであり、この1979年が、ロープスのキャリアイヤー、ベストシーズンと考えられている。さらに、野球ライター兼野球史研究家、 野球統計学専門家であるビル・ジェームズによれば、ゴールドグラブ賞受賞は前年ではなく、本年の方が、よりふさわしい、と述べている。プロ14年目、メジャー10年目の1981年は58試合の出場に止まり、バッティングに関しても、206の低打率に終わった。ポストシーズンでは1投類をマークするも、当時21歳の新エースティーブ・サックスが順調に、 成長を続けていたことから、すでに36歳になっていたロープスは、オークランドアスレチックスへと放出されることになった。なお、ロープスの後継者に指名されたサックスは、翌1982年に、一番、二類種のレギュラーに収まり、150試合に出場の上、打率28、282、49盗塁の数字を残し、 オールスター選出とルーキー・オブ・ザ・イヤー受賞を遂げている。ドジャース時代のロープスは一番打者であったが、アスレチック追跡一年目の82年は、主に6.7番の下位打線を務めることが多くなった。この年、メジャー4年目で、当時23歳のリッキー・ヘンダーソンが、シーズン130盗塁のメジャーレコードを樹立。 ロープスも28盗塁をマークして、2人だけで158個の塁を盗んだ。ヘンダーソンは、以後も盗塁数を積み上げ、通算1406盗塁の金字塔を打ち立てたが、バッテリーの配球と吸収を先読みして走るスキルは、デイビーに習ったんだと後に解雇している。以後、ロープスは、シカゴカブス、ヒューストンアストロズを渡り歩き、1987年オフに、 戦力外通告を受け入れない。なお、40歳になる1985年は47盗塁、翌1986年には25盗塁と、晩年までデグンのスピードとクイックネスを維持していた。1988年以降は、テキサスレンジャーズ、ボルチモアオリオールズ、サンディエゴパドレスの一塁コーチ、ベンチコーチを歴任。1999年11月4日に、 ミルウォーキーブルワーズの監督に就任、翌2000年から2002年までの成績は144勝195敗。同年4月18日、15ゲームを消化した時点で解雇され、ジェリー・ロイスターコーチが監督代行になった。2003年から2005年まではパドレス、2006年はワシントン・ナショナルズの一類コーチを務め上げ、 同年10月16日にフィラデルフィア・フィリーズの一塁コーチ兼外野守備ソウルインストラクターに着任し2010年まで在籍2011年より5年間ドジャースの一塁コーチを務め2016年より2年間ナショナルズの一塁コーチを務めたスピードとパワーを兼備する多面的攻撃型プレイヤーであり主に一番打者として活躍したそして 16シーズンに及ぶ現役生活において通算557盗塁、成功率83%の数字を刻み、MLB 史上有数のベストベーススティーラーと評される。なお、ロープスはバッティンググローブをほとんど着用せず、もっぱら出塁した時に限り手袋をはめていた。ありがとうございます。